JB-2 ルーン。国立アメリカ空軍博物館に展示されるリッパブリックフォード JB-2 ルーン。リッパブリックフォード JB-2 ルーンはアメリカ空軍が開発した極初期の巡航ミサイルである。ルーンとは水鳥の一種であるアビを意味する。JB-2 はアメリカが装備した最初の無人誘導弾である。この兵器は ナチスドイツの V-1 飛行爆弾を模造した兵器で第二次世界大戦中に進められていたアメリカ陸軍航空隊によるジェット爆弾企画のうちで最も成功したものである。大戦終了後、JB-2 は MGM-1 またドール、また後には MGM-13 ベースのように、より進んだ地対地戦術ミサイルシステムの開発において、 重要な役割をもたらした。開発は1944年であり、アメリカでは日本本土への侵攻作戦に投入することが企画された。しかし、実際に戦争に投入されることは一度もなかった。e ーグリンまたはウェンド・オーバー基地でアメリカ空軍の人員に検査される JB-2 ルーン。1944年。飛行試験のため。 B-17 によって空中発射される JB-2。1944年兵器実験中空中発射後の飛行。1944年空中発射のための地上での準備の状況。1944年アメリカ合衆国は1944年8月22日の段階でナチスドイツが新規に開発した秘密兵器について 認知していた。これは、デンマーク海軍警備隊がドイツとスウェーデンの間に位置するバルト海洋上のボーンホルム島において破壊された V-1 飛行爆弾の初期試作系を発見したことによる。V-1 試作型である V-83 の1枚の写真と詳細なスケッチはイギリスへ送付された。 このヒントから1ヶ月にわたる情報収集と内容の吟味を経て最高機密であるドイツのミサイル試験開発計画の基地としてバルト海沿岸のドイツ領ペーネミウンデが割り出された。それまで情報は航空写真とドイツ内部のソースから得られていたに過ぎなかったがアメリカ合衆国は1943年の時点で Z 推進による爆弾の開発を決定していた。 1944年7月、アメリカ陸軍航空隊は、ノースロップ社に対し、プロジェクト MX-543 において、JB-1 というターボジェット推進の飛行爆弾を開発する旨の契約を結んだ。ノースロップ社は、全翼式の航空機の中央部に、2機のジェネラルエレクトリック B1 ターボジェットを搭載するという設計案を提出した。 爆走は翼付け根に設けられた翼内爆弾層に 900kg 爆弾2発を搭載するものである。設計は空気力学的な試験が行われ、1機の JB-1 が有人グライダーとして開発を完了した。初飛行は1944年8月である。しかしながら1944年6月12日と13日には、 イングランドを V-1 飛行爆弾の第一波が攻撃した。3週間後の1944年7月、ライトフィールドのアメリカ人技術者たちはドイツのアルグスアズレイチ4パルスジェットエンジンの稼働コピーに転化した。これは破壊された V-1 を分析のためにイギリスからアメリカへ輸送して技術復元を行ったものである。この技術復元からは アメリカにおいて最初に量産された誘導ミサイル JB-2 が手に入ることとなった。9月8日、最初の JB-2 は13機が完成した。復元にあたり材料はリッパブリック社から供給され、ライトフィールドでは7月にこれを受領した。アメリカ合衆国の JB-2 はドイツの V-1 とごく小さな点で相違があった。 翼幅はわずかに2インチほど広げられ、翼弦は2フィート未満延長された。この相違から V-1 は翼面積が55平方フィートであるのに対し、JB-2 は60.7平方フィートの翼面積となった。1944年10月、JB-2 の最初の発射には、フロリダ州のイングリーン陸軍飛行場が選定された。 イーグリーンの一団に加えて、オハイオ州に所在するライトフィールドからは特殊兵器支部が分献され、1944年にユタ州のウェンドーバー基地に移動した。これは路角ロケット兵器や JB-2 を含む実験的なロケットシステムを評価する任務を担当した。発射試験はウェンドーバーの技術基地南側に設けられた発射台から行われた。 発射エリアは Google Earth から閲覧できる。この時破壊された V-1 と JB-2 の破片は時々エンドオーバー空港の勤務員によって発見される。1944年12月、ノースロップ JB-1 の最初の機体が発射準備を完了した。このミサイルはロケット推進の掘りによって長さ150メートルの発射レール上を打ち出されたが、 発信から数秒後に JB-1 は急上昇し、失速に入って墜落した。これは離陸に際し、計算を誤って設定した証拠だが原因だった。しかし JB-1 の計画は主としてゼネラルエレクトリック B1 ターボジェットエンジンの性能と信頼性が予想よりも低かったことを原因に中止された。さらに、 フォードが JB-2 に用いる予定のアルグスパルスジェットエンジンを開発するための費用はゼネラルエレクトリックのターボジェットエンジンよりもはるかに少なく済んだ。この後 JB-2 は最終的な開発と量産のために作業が続行された。初回生産の発注数は1000機であり、その後にも1ヶ月に1000機が生産されることとされた。 しかしながら、この生産数は1945年4月まで達成が期待できなかった。リッパブリック社は、自社が持つ生産ラインでは、P-47 サンダーボルト戦闘機を製造しており、機体フレームの製造をウィリス・オーバーランド社に下請け契約した。フォード社ではエンジンを製作した。故障は、I、I1-15 から1である。これは900ポンドの推力を持つ、 V-1 のアルブスシュミットパルスジェットエンジンのコピーだった。誘導装置と自動操縦装置はオハイオ州クリーブランドに所在したジャックハインツ社によって生産された。またモンサント社はノースロップ社から発射ソリを供給され、より改善された発射システムの開発設計を担当した。生産と配備は1945年1月から開始された。 想定では JB- 2は7万5千機の生産が計画された。アメリカ陸軍航空隊ではドイツと日本に対してこの兵器を投入するべく発射中隊を編成した。しかし1945年5月にヨーロッパでの戦争は終結し JB- には生産数を縮小したが配備計画の終結には至らなかった。ヨーロッパの陸軍司令官たちには ドイツ軍に対抗して排除する兵器としては戦略爆撃の概念がそれを満たしており、かつ1945年までにはドイツの戦略目標の数は限定的なものとなっていた。しかし JB-2 はダウンホール作戦、特に日本本土を侵攻する計画において予期された高い死傷者数という観点から日本を攻撃する兵器として想定された。 地上軍が上陸する前に180日にわたる強力な爆撃が日本本土に加えられる予定であり、これは本戦争で最も強力で継続された侵入に先立つ爆撃だった。攻撃には海軍の通常を行われる艦砲射撃とロケットを発射する航空機の空襲、それにドイツの使用した V-1 飛行爆弾のアメリカ版が含まれていた。 海軍が運用した JB-2 は KGW-1 と呼称された。これは護衛空母と同じく海軍の戦車用陸艦から日本軍に対して投入される計画だった。さらに PB-4Y-2 プライバティア哨戒機からの発射が想定され空中発射の技術が開発された。公式にはアメリカ空軍の行動表では戦争終結の直前に 太平洋へ向かう途中の航空母艦が日本本土の進行計画で起こりうる使用のために大量の JB-2 を受領したと記載しているがその空母の名称が明らかにされたことはない。またイグリーン基地のある歴史資料ではフィリピンの防陸軍航空隊部門は日本に対して JB-2 を発射する準備をしていたが 核兵器による爆撃はその任務には含まれていなかった。1945年8月の日本に対する核兵器使用はダウンホール作戦の中止へと至らせ、JB-2 の配備も9月15日に終了した。合計1391機が製造された。JB-2 ルーン。1948年、ホローマン基地にて試験発射のための準備中。 1951年、アセスカスクから発射されたルーン。アメリカ陸軍航空隊では、プロジェクト MX-544 として、本機の研究開発を継続した。大きく分けて2種類のバージョンが試され、片方はあらかじめセットされた内部誘導装置を持ち、もう片方はレーダー制御であった。数種類の発射台が開発されたが、これは永久構築されたものや、 携帯式のものを含み、また、移動式の発射装置には B-17 や B-29 爆撃機の翼下部から発射するものがあった。発射と誘導の改良試験は、1944年から1947年まで EE グリーン基地で続行された。アメリカ海軍で使用されたものは、KGW-1 である。後期型は、LTVN-2 に再設計された。 これは潜水艦の後部艦板上の水密されたコンテナに搭載されるよう開発された。これを装備した最初の潜水艦はアセスカスクであり、1947年2月12日に最初のルーの発射に成功した。位置はカリフォルニア州のムグミサキである。1947年9月18日、アメリカ空軍は国防総省の完全に独立した組織となった。 この後に研究は無人航空機と無人爆撃機の開発として続行された。研究内容には既存の利用可能な JB-2 と1945年12月に開発内容が明示され、ア音速で500マイルの射程を持つこととされた XSSMA-1 が含まれた。XSSMA-1 の開発契約は メリーランド州バルティモアに所在するグレン・エル・マーティン社に結ばれた。この計画は MX-771 プロジェクトとして知られた。1948年4月23日、ニューメキシコ州に所在するホローマン基地において空軍兵隊軍団は絵を -727 から12計画として JB-2 を復活させた。ここで、 JB-2 はミサイル誘導、制御技術と探知技術の開発や、即挙と、高角操作装備の試験、また空対地ミサイルや空対空ミサイルの標的として、用いられた。皮肉にも V-1 の開発名称は、フラックチールゲレートであり、これを成し遂げたことになる。JB-2 計画では、ホローマン基地に設けられた北アメリカ航空ネイティブ、 ブロックハウスと2本の発射台を使用した。これは全長400フィートの2畳のレールを敷いた3度の角度を持つドモり斜面で40フィートの牽引車用の斜面が設けられていた。この40フィートの牽引車用ランプは結局この次に開発されたマーティン MGM-1 マタドールに搭載されるシステムへの第一歩となった。これはアメリカが最初に作り出した。 実戦投入可能な地対地ミサイルであった。ホローマンでの試験は1949年1月10日に無線誘導と制御システムの開発の成功の後に終了したが、この制御においては空中や地上の送信機から操縦された JB-2 をソリによって着陸させることさえもできた。航空実験部隊は JB-2 を一連の試験のために1940年代後半から1950年代にかけて使用した。1949年の春、E クリン基地において、第3200対応試験グループは、B-36 爆撃機の翼下から JB-2 の発射を試験した。約1年後、JB-2 は、試験的に機銃用の赤外線照準機の 空中標的として実験された。1992年の夏、サンタローザ島で軍の勤務員が空軍が所有する基地の区画で保存状態の良好な JB-2 の残骸を発見した。バリアー島のより後輩が進んだ基地では錆びた白片が見つかるに過ぎなかったが、発見の後に当局はさらなる捜索を計画した。1944年1月、 JB-3 ティアマット、アオンソク空対空ミサイルの開発は、プロジェクト MX-570 として開始された。開発担当は、ヒューズ社であり、中の援助と共にティアマットを開発した。試作型の JB-3 は、まず最初にブースターを付加して地面から放たれ、次に A-26 インベーダー航空機から発射された。 JB-3 は二重水力固体燃料、ロケットエンジンで推進され、安定性保持と制御のために、操縦用の比較的大きな翼が3つ付けられた。ティアマットはセミアクティブレーダーシーカーを使用し、弾頭は近接新艦で起爆した。JB-3 の試験と開発は第二次世界大戦の後まで続いた。しかし、 最終的に1946年後半か1947年前半には計画は終了した。その時点でより有望な空対空ミサイルの開発が開始された。アムウェイ -1 ファイアーバードとアムウェイ -2F-98 が -1 ファルコンである。JB-4 の開発はプロジェクト MX-607 として始まった。 もので、基本的には、ギガバイトマイナス4滑空爆弾に、フォード PJ31 パルスジェットエンジンを装着し、射程を 120km に延長したものである。ギガバイトマイナス4と同じく、これには、アン、アクストマイナスにテレビ送信機を装備し、発射した航空機に配置されたオペレーターに向け、t v b カメラからの画像を送信した。オペレーターは、ミサイルの進路を変えるために、 無線指令を送った。JB-4 は少数の公式記録では地対地ミサイルとして記載される。そのため名称からは地上発射も意図しているように見える。このミサイルは1945年に試験が行われたが計画は第二次世界大戦終了後に中止された。JB シリーズのミサイルのうちナンバー5、ナンバー6、ナンバー7とナンバー9は 設計や概念の段階で全てがキャンセルされた。JB-5 はプロジェクト MX-595 で計画され、翼がなく無誘導の空対地ロケットだった。射程は 6km である。JB-6 はプロジェクト MX-600 で構想された。扇動式の安定機構を持ち、超音速の空対地誘導弾として企画された。 JB-7 はプロジェクト MX-605 で企画された。4 4 0 0ラム、ターボジェット推進地対地巡航ミサイルで射程は6 4 0トルとされる。興味深いことにアメリカ空軍の資料では JB-7 の故障をジェット推進の高速研究機に当てているが適当な設計案が見出されなかったために中止された。しかしながら、 JB シリーズの視点から見ればこの観点は誤りである。JB-8 の故障は地対地誘導ミサイルとして企画された MX-606 プロジェクトに短期間割り当てられた。これは後期の故障をサムウェイ -1 ガパと記載している。JB-9 の故障は短距離地対地ミサイルのために予約されたがこの計画は実際に開始されると 全く不適だった。JB-9 プロジェクトは、おそらくプロジェクト MX-626 と同様であり、Z 推進の短距離地対地誘導ミサイル等文書に記載されている。ノースロップ JB-1 の開発がターボジェットの失敗から中止された後、残余の製造済みの JB-1 は、パルスジェットで動く構造に回収された。これは JB-10 と呼称された。 これは、フォード PJ31 パルスジェットエンジンを一気装備し、中央線上に設けられた大井の内部に配置された。エンジン周囲の冷却空気の流れを許容するため、後部はパルスジェットの直径よりも大きかった。JB-1 の突出した、翼内爆弾層は、翼付け根から撤去され、内蔵式の弾頭部分によって代替された。原型の j b のように、 JB-10 は日本侵攻時に投入される低精度のスタンドオフ兵器であることが想定された。このミサイルは予定された単純な誘導装置を用い、発射された方向へ予定された距離を飛行し、それから地面へ急降下する。JB-10 の初飛行は1945年4月に行われたものの成功することはなかった。実際、j b 1の発射で、 10回の試験のうち8回が失敗し2回が部分的な命中を記録した。開発の問題とこの種の兵器の必要性が失われたことから1946年1月末に JB-10 の計画は終了された。ありがとうございます。